どうも、皆さん、こんにちは。チャックバスです。本日はですね、マリオットボンボイホテルがですね、本当にいろいろね、今回発表しましたので、こちらについてですね、解説ね、していきたいなと思います。今回ですね、マリオットボンボイホテルがね、発表した内容なんですけども、かなりたくさんありまして、まずですね、ステータスとフリーナイトアワード、スイートナイトアワードの延長ね、発表をいたしました。またですね、ポイント宿泊の必要ポイントをですね、今現在はマリオットボンボイホテルはシーズン制をね、導入しているわけなんですけども、こちらをですね、変動制を導入するっていうことを発表したんですよね。またですね、フリーナイトアワードトップオフっていうのをですね、今後導入するっていうふうになりまして、かなりね、たくさんの発表があったんですよね。で、結論から言うとですね、ステータスの延長であったり、フリーナイトアワードの延長、スイートナイトアワードに関してはですね、いいニュースっていうふうになるわけなんですけども、残念ながらですね、ポイント宿泊時のね、必要ポイントをシーズン制を廃止してですね、変動制を導入するということで、おそらくですね、8割、9割はですね、こちらね、解約の方向に進むんではないのかなというふうに思っておりまして、実際にね、運用が始まってみないとですね、どのぐらいの解約幅なのかっていうのは、ちょっとわからない部分はあるわけなんですけども、ほぼね、解約になるんではないのかなというふうに思っておりますんで、今回ですね、一つずつね、解説していきたいなというふうに思っておりますんで、SP ジャーメックスね、保有されている方、またですね、今ね、SP ジャーメックスね、入会キャンペーンパワーアップしておりますけども、SP ジャーメックスね、発行を検討されている方、またですね、マリオットボンボイホテルね、宿泊よくされている方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、マリオットボンボイホテルはステータスの延長をね、発表したということで、現在ね、保有しているステータスですね、こちらを2023年の2月までね、延長するっていうのを発表いたしました。ということで、2021年にステータスをね、獲得するためにですね、宿泊された方いらっしゃいますよね。私もそうなんですけども、先日ね、プラチナステータスね、防衛して年間チョイス特典ね、獲得したわけなんですけども、こういった方ですね、どうなるのかっていう話なんですけども、残念ながらですね、どうにもならないって形になるんですよね。ですので、2021年ね、宿泊仮にね、1回もしなかった場合であってもですね、2023年の2月までですね、ステータスをね、維持できるっていった形になるわけなんですよね。私もプラチナステータスね、防衛して年間チョイス特典はね、もらえたわけなんですけども、ちょっとね、2021年ね、ステータス防衛された方はですね、ちょっとね、残念でしたよね。まさかね、2021年に関しては、まず下駄履きがあって、その後2倍の宿泊実績キャンペーンがあったので、個人的にはですね、ステータス延長ね、もうないのではないのかなっていうふうに思っていたわけなんですけども、先日ね、ヒルトンホテルが2023年までですね、ステータス延長を発表しましたので、それも影響しているのかななんていうふうに思うわけなんですけども、マリオットボンボイホテルもですね、ステータスをね、延長したっていった形になるんですよね。で、こちらがですね、反映されるのが2021年の12月までにね、反映されるっていう風になりますんで、この点はね、覚えておいてください。それでは次ですね、フリーナイトアワードの延長の発表ですね。こちら通称 FNA っていうね、 SP ジャーメックスね、保有されている方は年会費の更新の1ヶ月半後にですね、付与される無料宿泊特典ありますよね。こちらもですね、この FNA にね、該当するわけなんですけども、こちらに関してですね、2022年の1月3日から2022年の6月29日までの有効期限のフリーナイトアワードに関しては、2022年の6月30日までね、利用することができるっていった発表がありました。ということですんで、正直ね、こちら2022年の1月3日から2022年6月29日までの有効期限ということで、半年間のね、短い期間ではあるわけなんですけども、こちらですね、前回ね、この同じようなね、特別対応が出た時に、この期間をね、私動画で言ったと思うんですけども、それ以外の期間もですね、こちらね、延長対応にね、
入ってた人もね、中にはいるそうなので、まあちょっとね、こちらは実際にね、反映されてみないとね、わかんない部分もあるわけなんですけども、一応ね、こちらも2021年の12月にですね、反映されるっていう風になっておりますので、まあ有効期限ね、迎えそうなこのフリーナイトアワードね、保有されている方は、12月になったらですね、有効期限がいつになってるかですね、ぜひね、確認していただければなと思います。でですね、確認方法なんですけども、マリオットボンボイのね、アプリを開いていただいて、右下にね、アカウントってのがあると思うんですけども、そちらをね、クリックしていただくと、こういった感じでね、ちょっと画面出しておきますけども、無料宿泊サーティフィケートっていうのがね、保有されている方はね、出てるかなと思うんですけども、そちらクリックしていただくとですね、有効期限ね、表示されるようになっておりますので、まあ、こちらはですね、2021年12月頃にですね、反映されるっていう風になっておりますので、こちらをね、チェックしていただければなと思います。それでは次にですね、スイートナイトアワードの有効期限延長ですね、こちらも発表されたわけなんですけども、こちらねかなり嬉しいですね。まあ私もね2019年にプラチナステータス取りまして、まあ未だにですね、このスイートナイトアワードね、あと4つぐらいかな、まだ持っておりまして、消化ねできてないんですよね。まあこちらに関しても延長ということで、有効期限が2021年の12月31日までのスイートナイトアワードは2022年6月30日まで延長ということで、まあ約ね半年間ね延長されるっていった形になります。こちらもですね、2021年12月にですね反映されるっていう風になっておりますので、こちらもね覚えておいていただければなと思います。確認方法はね、先ほどと同様で、無料サーティフィケートの下の方にですね、スイートナイトアワードねあるかなというふうに思いますので、そちらでね確認できるかなと思います。それでは次にですね、今回ね一番ね大解約なのではないのかっていうふうにねちょっと思っているわけなんですけども、マリオットボンボイホテルはですね、ポイントの無料宿泊っていうのはねできるようになっているわけなんですけども、こちらをですね、今現在はですねシーズン制ということで、シーズンでねオフピーク、スタンダード、ピークっていった形でシーズン制が導入されているわけなんですけども、こちらはですね変動制にね切り替わるっていう感じなんですよね。でちょっとですね、海外のブロガーの記事をね見させていただくと、2022年に関してはこのシーズン制がですね部分的に入ってくるっていった形になっておりまして、2023年から本格的なね運用が開始になるっていう話のようなんですよね。ちょっとこの部分に関してはですね、公式サイトの確認が取れてないので、まあどこまで信憑性があるのかわからないわけなんですけども、私がね日々チェックしている海外のブロガーの方がねいらっしゃるわけなんですけども、2人とも全く同じ内容をね掲載しておりましたので、まあおそらくですね、マリオット側からね聞いた話をね掲載しているのではないのかなというふうに思いますので、まあおそらくね合ってると思うんですけども、一応この部分に関してはですね公式サイトに記載はないです。で今現在ですね、マリオットボンボイポイントはシーズン制ということで、まあこういった形になってるわけなんですよね。まあカテゴリーがあって、オフピーク、スタンダード、ピークっていった形になっておりまして、まあカテゴリー8であればですね7万ポイントから10万ポイントでね宿泊することが一泊ねできるっていった形になってるんですよね。でこのポイントはですね、まあポイントセーバーということで、換算期であれば7万ポイントが6万5000ポイントでね宿泊することができたりということで、まあこちらがね少なくなることはあるんですよね。ですけどもこちらより多くなるっていうことだから、まあカテゴリー8であれば10万ポイント以上ですねかかることっていうのはないっていった形になるわけなんですけども、こちらがですね変動制になるっていうふうになりますんで、まあ今後はですねこちらが変動制になるっていうふうになりますんで、まあもしかしたらですねヒルトンホテルみたいに平日の必要ポイントは少なめで週末はちょっと多い、繁忙期であればポイントすごい多いみたいなね、まあ、そういった形になるかもしれないんですよね。でちょっとね空きがあったりするとすぐお得に泊まれるみたいな、まあ基本的にはまあお得に泊まれるっていうよりかは1ポイント 0.5 円から 0.8 円みたいなね、まあ、そういった感じになるかもしれないんですよね。でですね、マリオットの公式のツイッターがですね、まあ、こんな感じになるよみたいな感じでツイートされてるんですよね。で、これを見る限りだと、今のね、シーズン制のままポイントがね、上下してるみたいな、まあ、そういった感じの
あの変動性の感じなんですよね。でこれがマリオット公式でねツイートされているっていう風になるんで、まあこのまんまであればですねそこまで影響ないんじゃないかななんていう風に思うわけなんですけども、まあこの運用自体もですね2022年の3月からね運用開始になるっていう風になりますんで、これもねちょっとねどんな感じになるかっていうのも始まってみないとね何とも言えない部分であるんですよね。一応このツイートのね URL は概要欄にね載せておきますので、まあ、本当にねこの載っているホテルはカテゴリー5のホテルで1泊ね3万から4万ポイントだったかな、宿泊することができるわけなんですよね。ですのでまあこの画像をね見る感じだと、あの本当にシーズン制の枠のまんまね移動してるんで、まあ、このままだったら本当にね何ですか、解約もクソもない感じなんですよね。だって3万ポイントから4万ポイントで月から金でね移動してるだけなんで、で4万ポイント以上行ってないんでね全然いいんですけども、まあこのまんまね行けばね本当にあ良かったなみたいな感じでね済む話なんですけども、まあ本当にヒルトンホテルみたいにですね超繁忙期は何十万ポイントみたいな、そういった感じになるとですね本当に、まあ、最悪ね SPG アメックスにもねかなり影響あるんじゃないかなっていうふうに思いますし、まあ、本当にね一つ間違えればね SPG アメックス解約祭りになるんじゃないかななんていうふうに思うわけなんですけども、実際に始まってみてですねどんな感じかっていうところですよね。次の3月ですね運用開始になりますんで、またね始まりましたらですね解説動画ね出したいと思っておりますので、まあ、そちらもねチェックしていただければなというふうに思いますかね。それでは次にですねフリーナイトアワードトップオフ導入についてですね、こちらはですねフリーナイトアワードっていう日本でいう SPGAMX の更新特典でもらえるフリーナイトアワードっていう無料サーティフィケートねありますよね。先ほどね延長が発表されたフリーナイトアワードですね、こちら SPGAMX のね更新特典で5万ポイントのねホテルにね無料宿泊することができますよね。でこれがですねこのフリーナイトアワードトップオフ導入ということで、今現時点ではですねこの5万ポイントにポイントを追加して上のカテゴリーのホテルに泊まるみたいな、そういったことはですね今現在はできないんですよね。ですけどもこのフリーナイトアワードトップオフ導入ということで、こちらね最大1万5000ポイントを追加してですね合計6万5000ポイントにして無料宿泊ね利用することができるっていった形になるんですよね。でこちらの導入がですね2022年の初頭にはこちらね導入されるっていう風になりますんで、まあこの SPG アメックスのね更新特典に、まあ、プラスポイントね最大1万5000ポイントしか足すことができないので、カテゴリー8のホテルはねポイントセーバーでない限りは宿泊することができないんですけども、まあ、カテゴリー7のねスタンダードの期間とかもね宿泊することができるようになりますし、カテゴリー6のねピーク期間とかも、まあ、ポイント足してね宿泊する感じにはなるわけなんですけども、利用することがねできるっていった形になるんですよね。まあ一応ね利用先が広がるっていう意味ではですね、まあいいのではないのかなと思います。ということで今回ですねマリオットボンボンホテルが本当にね一気にいろんなことをね発表してかなりねびっくりしたわけなんですけども、まずですねステータスの延長に関してはですね本当にありがたい対応だなっていうふうに思いますよね。まぁ、ちょっとね2021年ねステータス使用された方からするとですね、まあ、このステータス使用ねまぁ、いらなかったっていうふうになりますんで、まぁ、ちょっとね私もやってみなんで残念な部分であるわけなんですけども、まぁ、ねステータス延長時代ね、待ってた方もね、結構いらっしゃるかなというふうに思いますので、この点はね、いいのではないのかなと思います。今現時点でですね、ステータスね、維持するために年内ね、予約している人はですね、まあ、予約ね、キャンセルできるようであればですね、ステータス防衛するためにね、宿泊予定されている方であればね、まあ、キャンセルして問題ないのではないのかなというふうに思いますので、まあ、この点はね、チェックしていただければなと思います。またですね、やはりポイント宿泊のね、変動性導入の方がね、かなりインパクトが強くて、まあ、本当にね、ステータス延長の話がね、一回どっか飛んでくぐらいね、すごいね、インパクトのあるね、発表でしたよね。ひとまず、私たちがね、今できることっていうのは、現時点ではですね、現在ね、ポイント保有されている方はですね、このポイント変動性が導入されるのは、2022年の3月っていう風になりますんで、ひとまずですね、今のうちにね、予約しといていただいて、まあ、変動性にね、
なった時に、まあ、変動した方がねお得であれば、まあ、変更していただいてですね、そうでなければ今現在のねシーズン制で予約した状態でね宿泊していただくのがですねお得になるっていうふうに思いますので、まあ3月までね結構期間がありますので、ひとまずね予約はね先にしといた方がいいのではないのかなっていうふうに思います。まあおそらくですね8割9割ね今回の変動制の導入である程度の解約がねなるのではないのかなっていうふうに思いますので、まあ今現時点でねマリオットボンボイポイントっていうのは本当に1ポイント1円以上でね利用することがかなりできることが多いので、ちょっとね良すぎた部分もあるのかなっていうふうに思いますので、まあちょっとぐらいのね解約だったら仕方ないなっていうふうに思うんですけども、本当にねヒルトンホテルポイントみたいにまあ1ポイント 0.5 円悪い時は 0.3 円とかね、まあそういったことにねならないことを本当にね祈るばかりですね。ということで今回の動画ねこんな感じで終わりたいなというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやってますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイルお得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。